はい、ということで、はい、3番ホールやっていきます、はい、今現在あのトーナメントリーガー強いさすがには騒ぐな325ヤードパー4よし、乗せよけどレッドライスさんすごいっすね。あ、赤飯好きやからあの名前なったってしてます。俺も調べてでも変わらへんやもん見た目。プレー入りますプレー入ります。マナ悪い。うざなってるの確実に。マナ悪い。単独首位の人に対して。うわあ、ええわ。仕上がってる。乗った？乗ったんちゃう？乗ったんちゃう？マジか。レアキャリーで行ったよ。え？奥消えた。奥消えた。あんた325やね。325奥消えた。しかもキャリーでトーンって行った。マジの単独首位ぐらいのレベルになってるって。プレッシャーかかるんちゃん。あのあれか、そのダサい手袋がええんかな。誰がダサい？あんたここからもらってるやろ。確かに契約乗り移らなかな、こっちに。さあ、グレイテストショーマン誰やね何回言うの。受けへんな思って多分受けてると思うあーちょっと、あ、これはええな。手前から行ったぞ。うわ、一緒ちゃん。奥乗ったマジ。ナイス。あーな、僕も抑えたらよかったんすね軽く。抑えが足らんよ。俺も抑えようかな。どうしよう、行ってほんま手前やったらいや、めっちゃ奥行った。キャリーグリーンやった。キャリーで行くマジ、うん、あの球の高さで。でも OB じゃないで、うん、多分行ってみてのお楽しみ。あの中屋はパー3になってるやんか。パー3でしょ打ちにく。楽しいやん、ね、これすごいな、うん。いい。あが左や。バンカー手前。行くんじゃん。あ、え、うわ。みんな行ってるな。奥行った。いやー、青木さんね。今の風に乗りましたね。その泊まりさんか知らんけど似てないからさ。いや似て、いや見たことあります？見たことあるわ。似てるでしょ。初めて見たわ。いやー、青木さんね。じゃあお前を見に来たんじゃないの。作業しに。作業する。足いや、これお前ほんま来たんじゃない。足絡まりません、かかと。やっぱ前がええわ。おお。前押し。前押し。前押し。やった、カメラやった。ケツボケのマイクやった。はい、もう皆さん行きましょうね。電動不慣れ。お前が一番回ってます。電動前押しになった瞬間なんかもうボタン人変わる。グリップエンドのボタン押すなって。早いんやん。やった。原付ぐらいのエンジン。ケツ吸った。こけんの早い。このスパイク滑るわ。頭打った時もこれやったもん。あ、ほんまやな。懐かしいのスパイク。わざわざちゃん、わざわざ滑るの入ってきてくれてるんですよ。こらこら、カットでもな、今日斜面がな、土手しかないからな。斜面ないな。斜面でここ、こんなフラットあるっていうぐらいフラットなコース。だって周り、マンションしか見えない。打ち上げ、打ち下ろし、マジでない。ああ疲れた。もう疲れたけど。ケツ打ったわ。笑い疲れた。あ、ま、マーシャル来た。マーシャル。プレー入ります。プレー入ります。この溝何？多分クリーク作りたかったかな。なんでワンアトラクション入れたの？マジで超えたっすか僕。
いや、キャリーで行ったもん。いや、乗ってるね。え、刺身食う、やばもう完璧なコントロールやったな。あ、ええな、バーディーチャンスかい。グリーンの乾燥ぐらいマジでセントアンドリュースやん。ボンちゃんはサブ、ボンちゃんサブ超えてったりな。硬いな、下意外と地面硬いな。ここ入ったら怒られます。はい、これ主に、主乗ってます。ナイス、えぐいな。325、ボンちゃんいっとく、これ押しとこうか、これ。あ、いい、うん、ありがとう。優しい、さすがジェントルメン。よっしゃ、えぐいな。めっちゃ細いよこのグリーン。あ、じゃ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 、コントロールで。カートマネジメントバツ。無視じゃないのここの。マジで超えてるやん。だってもうキャリーグリーンやったから。キャリーで行ってたから。そっか。56度で。もうふわっと行きたいね。いいよ。あかんか。硬いな今のは。いやもう紳士やね。さすがやな。これどうやって寄せんねん。何度ですか。50パチです。50パチ、うまい、これええよ。ゴーゴー、ナイスナイス。で今のでそれ。もうちょいやな。あんまり行かへんな。まあでも傾斜えぐいもん。グリーン意外とボコボコでしょ。グリーンめちゃめちゃ綺麗。あ、そのボコボコじゃなくて傾斜の、傾斜が多いでしょ。下りフック、やっぱ風強いですねこっち来たら。上げてるからな。うわあ、やっぱ風で押された。ノーオッケー。はい、ちゃんと打ちます。うん。厳しいな。ナイスバーディー。いいね。打ちたかったな。そっか、マジでパーパットやと思ってた。ほんまいいグリーンやわ。あ、うわー、行くねー、行くねー。ラインを蒸すわ。あ、フォックスポイント、あれ、なんかあれ、フォックスポイント、これ見てきたの。縦縦行った、わかったっす。ミンゴポイント、ミンゴポイント発動。うまいな。ミンゴポイント、ミンゴポイントやるな。うわー、パーか。ナイスパーナイスパー、耐えたね。いや、ここでもうパーはボギーやからな。パーの人なんかおらんやろ。まさかバーディーがパーやから、ほんまにパーみたいなもんや。そんな人ったらもうびっくりするわ。ましてや先輩にそんな人ったらもう。怪しいし、今のほんまにギリギリパーやし。あれぞギリギリパー。早いわ。いやー、ミンゴさんなかなかちょっと、あー、譲ってくれないな。追いつかれたい。追いつかれたい、言うてみたい。追いつかれた。そうやって言う人おらへんな、あんまり。追いつかれたい。追いつかれたい。刺激ないわ、今んとこ。全然刺激ない。こけた衝撃ぐらい。マジでマイクのマイクケツにダッて刺さって、多分ケツ青タンコース。いや、ドライバーは絶対いらん。いや、めっちゃ遠く見える。ここあれ池やったっけ。いや、わかんないです。左が池かな。表示は275のパー4なんですけど、281ありました、ピンまで281。僕のスプーンハイドロー見ます。
プーンハイドロップして刻もうかな。よっしゃ、スプーンで乗せます。押しとれないかい。あ、ギャラリーもやっぱり足止めて見たいんやな。危うて思てるわ。見せようか。おまあ、PGA の選手も曲げるからな。確かに。うわ、いいこと言うね。そうそう。あれ大丈夫そう？ダメそう。ダメそうやな。でもワンペンなの。ワンペン。次3打目。グリーン置くから。やっぱギャラリーリーダーにしか興味なかったわ。すぐ行ったわ。見る目ない。スプーンで。いい。ちょっと右やな。バンカー越えろ。 おい、どこ。ナイスオン。あざす。オン。やば。スーツええぞこれ。スーツの方がいい説ある。やっぱ身が引き締まりますね、スーツはね。いや、なんかな、適度に、なんか振りすぎない。スーツって怒られるんですかね。怒られへんやろ。怒られへんやろ。だってちゃんとスパイク履いてるもん。うん、確かに。うん、ナイスボール。いいやん。めっちゃいい。すじった？すじったよ。うわ、すじたか。入った。入ったように見えた。彼、あの、都合悪かったらすぐ歩いていく。入ったね。自分負けたらすぐ行く。ここで終わりそうやな、トップは。拗ねてるやん、もうマジでチーピンしたな。拗ねてる。あいつ拗ねてんの。え、ムカつくからシゲキックスの食ってるくちゃくちゃここに入れとこ。やめや。汚ねえな。バチよ。ワンチャンありそう。ないな。もう映さなくていいです。ないわ。先行ってるんで。ないわ、あれは。どこ打っとんねん、こんな広いコースで。こんな広いグリーン何個並べれる。グリーンちゃうボール、このフェアウェイに。多分あのマイク買ったんで、マイク導入したんで、多分全部めっちゃ皆さんに鮮明に聞こえてると思うんで。ただまあほぼカットしてる可能性が高い。何やろあんねん横幅。まあ軽くだけ言うとる。この幅にも収められへんのかい僕は。なんてこった。あんな意識高かったらもっと活躍するはずやけどな。暑いな、ほんで。完璧主義や。ゴミ落ちてる、拾う。いやいや、初めて、人生で初めて拾った。当たり前のことしよう。当たり前の、人生で初めて拾った。うん、当たり前の。カートが、カートマネジメントが動揺してる、カートが。ちょっと卵産んできます。いや、あかんか。え、あるで、でも。あれ、さっき、さっきでも投げた、走ってカットして言うたじゃないですか。あれ、あれボールやろ。あ、え、刺身くんマジに乗ってるやん。そやで。ていうか息あるやん。そや。危な。え、ミンゴさん登ってんじゃん、あれ。どこ？あの、あの僕マジで視力悪すぎて。あれ白やつあんで。どこに見えたの？え、あそこあそこ。あの一番向こっ側の木、カート道の手前の木。ああ、あった。あれやろ。やっぱり池は避けていかないと。間違えたな、避ける方。間違え、だいぶ。よしよし、チャンスあるよ。黄色か。あ、黄色使うね。よしよしよし。あ、黄色か。セーフや、セーフや。あ、ほんまや、セーフや。触れるあれ。まあまあ気あるけど。よっしゃ、めっちゃ打てるとこや。よしよしよし。やっぱりゴミ拾ったからや。狙い通り、ピン位置、絶望。まあまあ技持ってるんでしょ、主やから。激ロブ。激ロブ。宇宙空間に1回上げて。何ヤードな、何ヤード激ロブするつもりこれこれ。まだ終わる。はい、次のホール絶対シャンク。バリマナー悪い。何ヤード何ヤード。55ヤードです。58です。どうやって言うと先生は上げるの得意や。ちょっと上げてる。マジで見せようかな。
みんな寄らんと思ってるやろ絶対。あー惜しい、あー惜しい、くそちょっとマジで悔しいな今のめっちゃ惜しかった。うまかったな今の。これ1、2ヤードでベタピンやった。乗ってないマジで惜しい今のは。やばい。でも多分ミンゴさんのやつ登りやったけど、ボンちゃんのやつやばいわ。人にあんだけ言っといてマジでボギー打つえぐい。先輩かっこいいよ。56度で先輩超かっこいい。いやー青木さんね、あれはなかなか難しいですよ。いやこれはねなかなかだねいやー青木さん、あれはなかなか下りがあるからね。ちょっと手前のコブが気になりますね。まあ僕は簡単だけど青木さんね。いやうまく打ちましたよ。うわほら僕にいけずするからキック見たことないよし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 。そんなもんだよ人生っちゅうのは。何度何度？58です。すげえキックした正味めっちゃうまかったっすけどねコンでいいよ。コンコンスコロン。はい、何やね入れよ感謝せえピンに冷や汗やばいニット帽、ニット帽の中冷や汗じんわりきた。マークした方がいいですか。いやいやいいよいいよ。さっき言っていいですか、うん、ちょっと待ってください。大事にこな、大事にな、お大事に。いやもう早い、ちょピンだけいいですかすいませんちょっとさっきガンってなって今のピンなかったら絶対入ってる。いやいやいや、どうなんだ、マークせえや。いやいや、OK でしょ、あんな 100% OK や、今のなんか誰でも入る、あんな久々に見た。はい、危ないパー。久々に見たな、これ見覚えあるな。あぶあぶじゃん。何も危ない。またコメント欄、文句書かれる大丈夫、俺いつでも謝るから大丈夫、朝一謝ってるから。いやー刺身くんの結構難しい。これむずいね。うん、うまいけど。うわうまい、うわうまいわ、うまい、うわーい、のっけお前な俺さっきよりさっきのミンゴさんより近いけど僕打ちましたよ歌早すぎて見えながらピン抜いたもんないやナイスバーディーありがとうございます。これ多分動画じゃあんま分からんけど、だいぶ傾斜強いやばい、めちゃくちゃ下れた今。なんか動画ってあんま伝わらんねんな。そういうの難しいよな。刺身くんの2番のアプローチとかもやばかってんけどボンちゃんのはもうイージーパッドやな、フラットやしここで一番高いってことだって2階から1階打ってほしい。いやー奥さんね、あれは上から速いですよ。あれは速いですね。なんか言うてるわ。いやー奥さん、これいい感じですよ。これちょっと強いね。うわーマジか、ちょっと強いね。いやーまずまずですね。風で助けられたけどね。オッケー、ありがとうございます。オッケー、やばい、これオッケーやったら危ない危ない僕みたいになってきましたね年末スペシャルやな。ガチでオッケー欲しいんやけどおい、ワインレッド、これだけ拾っといたろ。ありがとう、ワインレッド先輩ややこしいな、レッドいっぱい出てくるなレッドライスとワインレッド。今レッドライスさんのこと呼び捨てしました僕はレッドライスさんってずっと言ってたのにいや奥さんね、俺も難しいですよ。うわナイス、よし、ナイスパー。パー、パーはボケみたいなもんですよ。あの人パーやけどしかもガッツパーピンにガッシャンしてパー。でもお前入るかと思ったけどな、あれ
まあまあ真ん中じゃなかった。いや多分バリ強かった。でもこの芝意外と打てるもんやな。え、これティフトン？ティフトンやろ。長さはちょっと大丈夫なんじゃまだ。いやし、綺麗やしな。うん。もうちょい長なったらやばそう。めっちゃのティフトンむずないですか？めっちゃのティフトンはむずい。なんかもっと粘い。よしよしよし。よしよしよし。リーが並んだよ。あ、まあ負け C か。え、俺が1位今。ワンジュ？どういう計算してんの？どういう計算してんの？俺なんだ今。もんちゃんワンオーバー。イーブン俺イーブン。え、ワンアンダーでしょマジで。いや、さっきボギー打った。え、ボギー打ってないでしょ。パースリーかな。ちゃうちゃう、ミドルミドル。イーブン。あれパース。え、マジの。パースリーパースリー。え、ボギー打ってた。下手。ということで、4ホール終わりました。え、フラミンゴ君僕ら、はい、2アンダーだっけ。2アンダー。いや、まあパーみたいなもんすけどね。あーあー、うん、パープレーみたいなもん、うん、パープレーみたいなもん。一応2アンダーかな。はい、ということで4ホール終わりました。この調子で、はい、こっから結構アゲンストになっていくんですね、うん、確かに。はい、なんでまたちょっと状況が変わると思うんで皆さんまた楽しみにしておいてください。フラミンゴくんが何かやってますけど、うん、結構アゲンストもう自分のプレーに集中しますということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。